エピソードオブ空島の重大発表を見た全国のワンピースファンのリアクション。うわ、エピソードオブ空島超最高、本当面白かった。最後の重大発表ってなんだろう。こんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。さあ皆さん、昨日エピソードオブ空島見ましたか？まだ見てないですか？録画で見ますか？いや本当に面白かったです。で最後ですよ、最後の重大発表、やばいっすよ。映画来るんかー。今日はね、それについてと、あとエピソードオブ空島についてのね、ちょっと感想をね、動画で撮れればと思います。それでいきましょう、お願いします。さあさあ、僕ね、一応昨日リアルタイムで見ました。いや、最後ドン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 、マジ。数秒に、どんだけの世界中のワンピースファンの方々が湧いたかですよね。もうみんな、わあああ多分なった方多いと思うんですけど。いや、楽しみだな、これ。2019年の夏、公開ということでね。はい、まずどんな形だったかと言いますと、まずアニメのね、一番最後で、エピソードオブ空島の最後で、ドンドンドンって出ました。で、ワンピース超速報。アニメ20周年記念超大作始動。ストロングワールド Z ゴールドに続く、2019年夏公開決定ということで。もう黒バックでドドドドドンってね、文字だけがバー来ましたけど。いや、来年20周年ですからね、アニメが。いや、すごいっすよね。原作が来年は、今年21だから来年は22周年。で、アニメが20周年。すごすぎ。で、その20周年の超大作が始動ということなんで、まあ、相当でかい作品なんじゃないのかなと思いますけど。で、ね、まあ、直近のストロングワールド Z ゴールドに続くと書いてありますけど、で、今ね、ワンピース .com のね、サイト見てるんですけど、この画像ね、LINE でも送られてきましたよね。皆さんも多分 LINE 登録してる方多分送られてきたと思うんですけど、いや、今までの映画がバーってね、こう書いてあるよね。画像がありますが、テレビアニメ放送20周年記念、想像を絶する超大作、ワンピース最新映画2019年夏公開決定と。でね、この中で、ストロングワールド Z ゴールドは小田先生がね、監修されてやって、で、それ以外は、小田先生はまあ監修というか、プロデュースはしてないと。で、それがどっちかですよね、次が。まあ、小田先生も忙しいんでね、映画やるときいつもさ、無理されてるじゃないですか。なんか相当大変なんだなって思いながらね、いつも感じてるんで、まあ、お体無理ない程度にね、やっていただきたいですけど。まあ、もちろん今回はなくてもね。まあでも、そっか、アニメが20周年記念だからね、アニメメインってなるとまたちょっと小田さんとはまた別なのかなとかもちょっと思ったりしますけど、そんなにちょっと気になりますよね。ちょっとまあね、映画についてはまだ情報がなさすぎるんでちょっとなんとも言えないですけど、ね、エピソードオブ空島の最後にエースと黒ひげが出たじゃないですか。バナロ島の決闘が、あれ熱くなかったっすか、マジで。最後、うわエースでやってて、俺は白ひげを王にする、うわーやー大変変えてる、ドーンってやってさ、黒ひげとの戦いのとこ、いやーあれはすごかったな。力にくしたら男に生まれた意味がねえだろ、俺決して人生に悔いは残さないの男ね。最後あれめちゃくちゃかっこよかったですよね。で、それでね、だからなんで黒ひげとエースのバナルトの決闘がそこで出たんだろうみたいなね、ちょっと思いますよね。だって空島終わった後じゃないですもんね、あれ NS ロビー終わった後のシーンなんで、なんか関わってくるんですかね。まあ考察というかもう完全予想ですけど、ちょっとその辺気になりますが、ちょっとまあこれはね、また続報がね出るまでちょっと待ちましょう。はい、そしたらですね、ワンピースエピソードオブ空島見た感想ですね。どうですか、皆さん見られた方。いや、やっぱ映画すごい綺麗になってね、新しくババーってね、出ると。またそれでね、すごい興奮しましたけど。まあね、やっぱり、あんだけの長編を、ギュンですから。まあ、そりゃ結構なところはね、カットされてましたよね。黒ひげの人の夢は終わらねえはカットされてたもんね。まあ、確かにジャヤのモクタウンのベラミーとの、ルフィのドゥーンのシーンとかまでやってたら確かに2時間じゃ終わんないですもんね。で、あと結構展開も変わってましたよね。なんかいきなりさ、空島着いた時にさ、いきなりガンホールだったりしてたもんね。ビーチで。ただその中でもやっぱ名シーンは、抑えてあるとこ抑えてありましたよね。やっぱゾロのね、108ポンド砲やっぱかっこいいね。オウムに、108ポンド砲ボーってって、ズボー鉄雲が弾かれた、ズバーン。あそこのゾロはやっぱかっこいい。で、なんと言ってももう、ここでしょう。あもう顎外れちゃう。あそこはもう絶対に、あれだけはもう絶対写真撮るんだって思って、もう超、あ、そろそろ来る、そろそろ来るってその辺でずっと構えてたもん。エネルがね、ボディードライバーって言っても全然聞かなくて、からの。あれは、もうあれはエネル顔はなんと言ってももう名シーンですよね、あれは。
やっぱ印象的なシーンだもんね。あとサンジのさ、箱舟マクシムの上でタバコの火欲しかったとこだ。こいつら駆け上がれんのと、あそこかっこいいよね。いやー、あれはかっこよかったな。で、あれだよね、あの過去編は前のアニメの映像でしたね。今回の書き下ろしじゃなかったですけど。やっぱりカルガラとね、ノーランドの話はもういつ見ても、やっぱりもういいよな、あの親友の話。金を鳴らして、君を待つの必ず会おう親友よ。いやー、からのさ、もう無念。ノーランドの無念は、ちょっと読み返そう。もう一回。僕今回ね、その予習しなかったんですよ。あえて。結構何パターンかあるじゃないですか。こういう時にがっつり予習してから見るパターンと、全く見ずに見るパターンで、濃い状態じゃない知識の状態で、まあ見たんですけど、やっぱそれでもいいね。で、やっぱりもう黄金ラグラーだー早いだーからのからーんで、黄金今日は空にあっただーからーんのさ、あの、いやーやっぱ空島超いい、もう最高。からの空から教えてくれたんだろうな、あのクリケットさんのね、あのロマンじゃねえか、あの男。黄金鏡はそこにあったのか、ありがとうよーの。まあ、個人的にめっちゃ好きなこの後のクリケットさんの、あいつら無事でよかったぜはなかったですけどね。個人的に俺あのセリフでね、本当にクリケットさんのその人の良さで、ちょっと渋めなんですけど、クリケットさんめっちゃ好きなんですよ、僕。まあでもよかったな、やっぱり。あとワイパーのね。鳴らせ麦わらーの、あそこ。すべてルフィに委ねる。自分たちが背負ってきたその歴史というか、先祖の無念とかを、ルフィに託すっていうのがやっぱり熱いっすよね、空島。で、あとね、あの、ロビンですよね。ロビン普通にルフィって呼んでたよね、この時。NS ロビンの前はね、船長さんとかね、麦わらのあの子とかね、そうやって呼んでたのが、今回ルフィって呼んでたんで、まあなんでだろう、やっぱり分かりやすくするためなんですかね。まあでもその辺はありそうっすよね。いやーでもやっぱルフィのね、そのどうしても金を鳴らすっていうのがいいよね。もう島を救うとかもうそんじゃなくて、自分が世話になったクリケットさんそのおっさんたちに金を鳴らして伝えてやるんだと。俺は金を鳴らすんだ。もうその金を鳴らすことしか考えてないこのルフィ。で、それこそがルフィらしさが出てるなってやっぱ空島編感じますよね。俺は金を鳴らすんだって、その子供みたいな理由だけど、ただその子供みたいな理由の裏にはそのルフィが世話になった人たちの思いだとか、ただそれだけじゃなくて、まあそのシャンディアの無念とかもルフィに全て託してルフィが金を鳴らすっていう、その一発の金を鳴らすことがこんなに意味あることなのかってね、その壮大なものになってるから、やっぱ空島はもう人の思いからロマンから何から何までやっぱ詰まっててめちゃくちゃ好きですね。やっぱいつ見てもいい。よく聞きますもんね、空島でちょっと読まなくなっちゃったんですって人いるじゃないですか。読んでくれよ、読んでくれ空島。あるあるっすよね。ワンピファーあるあるじゃないですか。ワンピースファンで、ワンピース読むのやめちゃった人あるあるじゃないですか。よく聞く。ワンピファンとして、うん、空島で読むのやめちゃったんでね。読んでくれねえ、ちょっとこれ本当に空島読んでほしいですよね。逆にね、これを機会に、ちょっと空島読んでないけどって人はね、ちょっと本当に読んでほしいですね、空島。最高でした。ちょっともう切りねえ、切りねえからこの辺にしとこう。はい、そんな感じでございました。ちょっと長く喋っちゃいましたけども。またね、明日あの、ジャンプの最新の考察のね、あの、感想動画もあげますので。まあ、そんな大した考察とかできないですけど。あとまたね、あの、ビブルカードの情報とかのね、動画撮れればね、またあげますので、ぜひそっちも見てください。はい、そんな感じでした。今日も見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。明日も楽しもう。またねー。やっぱり空島は最高。